こんにちは、タンタンです。今回は背中でポールをロックしてももを触って横開脚というトリックに挑戦しました。肘と背中でポールをロックするのですが、下の手の肘の内側がめっちゃ痛いです。でも痛みに耐えて頑張りました。ではご覧ください。いいかもね、ギリちゃん。お、いいよ、使いよ、これ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 、はい、イエーイ、ゲット。おー、紹介してないわ、私がね、Yes.
ありがとうございます。これから梅雨の季節に入りますが、湿気でこう肌がベタベタしてきます。冬の乾燥している時期よりはポールに合ってるんじゃないかなと思っております。お、頑張ってるなと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回もまたいろんなトリックにチャレンジしたいと思います。タンタンでした。